はい、ハロー YouTube! ということで、はい、こちらの方ね。はい、ザグウォリア作ってまーす。ということで、前回ね、まで、頭を作って、右手を作ります。次、左手を作っていきたいと思います。はーい。左手作っていきたいと思います。ちょっと、こう、ちょっと出していくね。まず何が大事かというとね、まずですね。せっかくもう手に取ったんで、これ15番ね。15番。お手手でございますね。お手手、15番。そして、B の、25番。25番ね。B の25番。でこれとこれを組み立ててですね、手ができるわけですね。これでいいのかな。左手ですね、これね。左手できましたね。はい、左手できました。ね。で、次はですね、B の27番。B の27番、これね。手の甲の部分ですよね。まあ、職人さんで手甲っていうのがあれば、忍者でも手甲っていうのがあれば、手の甲を守るね、ものですね。まあ、そういうので、まあ、ちょっとね、オマージュしてんのかな、忍者とか、そういうのでね、はい、職人さんとか、まあ、武士でもそうですよね。手のここに被ける布みたいなとか、防具みたいなのありますよね。で、C の17。C の17。あ、これか。まあ、いろんな種類の手がありますね。これもはめ替え、どっちでもいいよ、みたいなね。好きな方を選んでつけてくださいね。てか、なんか持てるようになってますね。この丸がついてて。ね。はい。で、PC の A。PC の A。そして、PC の7番。ね。間違ってないよね。それでですね、B の17、18。あ、17、19。全然デタラメ言ってるよ。19と、ここに落としていこうか。ね。これなくさないんじゃないかな。こんだけ広いストライクゾーンが、ゾーンがあると。ね。そして、30、29。こちら29番。そして、30番。ね。でございます。で、こちらの方をですね、作っていくのにですね、PC の A をこういうふうに入れますね。PC の A を入れますね。そして、こうですね。そして30番ですね。パチ組でございます。もう普通に小細工も何もできないパチ組でございます。で、この丸っこいのこれ入れるの？ここに入れるのこれ。で、これをこう入れるの？丸っこいやつ。おー、なるほどね。こうなってんだ、今回は。発見がありますよね。うん。こういう感じですね。そして、腕、こちらですね。
23番と21番とあります。21番と23番と23番ね。で、PC の、PC の N、M、M、N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  と落ち着け、持ちつけ、まさがみ。一人で興奮しやがるぜ。こんな感じね。で、次ですね。これですね。16番ですね。おお、跳ねる跳ねる。あのね、これね、机が狭いからダメなんだよね。こう作業スペースが狭いからね。こうなんだよね。ずれたりさ、すんだよ。もっと広いとこでやないとなくなる。だから、広いとこでやってたらなくなるっていう可能性がね、すごく減るんだけども、つい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 、こういうとこでやっちゃうんだよね。これ2番かな。吸ったり削ったりしないからね、あーってみんな結構思う人もいるかもしれないけど、プロの人結構いるからね、ガンプラ作ってる人全然叶いませんから、うん、こういう部品をもう持てなくなってるの分かる？ジジイだから。で、これをかぶけていくのかな。こういうコードね。これで合ってるよね。間違ってないね。で、こんな感じですね。で、好きな方を入れる。好きな方を入れる。どっちがいいかな。グーがいいかな。私は。グーが好きなんで、グーを入れます。そしてですね、こちらの方も組み立てていいのかな。右、こっち側の手に入れます。こっち側の手に、ああこっち側の手に入れまして、こっち側もこうやって手を入れましてみたいなね。おお、違う全然違う、反対だわ。おおって言いながらこうだわ。こうだわ。で、おお、ザグっぽくなりました。ザグっぽくなりましたよ。ザグっぽくなりました。はい。こんな感じですね。はい、ここまでできました。そして次はですね、なんとですね、こう、なんとね、こちらの方ね、足を作っていくバージョンになってくるわけですよね。はい、ということで、PC が出てきますね。PC とかここに入れとこうか。ね、なくなるからね。PC の C が2つ。ね。PC の C が2つ。そして、C の13。次は足ですね。
足から作るパターン、頭から作るパターン、胸から作るパターン、手から作るパターン、いろんなパターンありますね、ガンダムね。うん。それによって、ガンプラね。それによっていろいろ、なんか、うん、なんかいい感じ。新鮮な、新鮮だよ。うん。新鮮だよ。で、あまり高いやつとかは、挑戦してないけど、そのうちまたね、高いやつを挑戦していくかもしれませんね。はい、ということでできました。はい。で、これを、この中に入れていくの？え、どこに入れていくのこれ。ん？お、ウィッシュ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 。あ、全然違う。7番が先だった。これが先でした。全然違うのを入れてるわ。順番飛ばしもいいとこだわ。ジジイだね。飛ばし見えてないね。こういうことよ。俺がコメント読めないのも、動画とかでコメント読めないのも、これを見えてないのよ。ね。もう注意力は散漫だよ、ジジイは。ね。そこのとこ分かってお付き合いしてほしいかな、もう。ね。私よりもさ、年上でしっかりした人もいるよ。いるけどさ、まあ、正神クオリティはこんなもんだよ。これがもうつかめないんだよ、これが。これがもうつかめないんだよ。こんなのがもうつかめない時点でアウトでしょ。こういうのに入れ、これを、こんな大きなものを入れるのにめっちゃ苦労してんだよ。ほら。これ入れるのにさ、めっちゃ苦労してんだよ。こんなレベルだよ。いろんなものをまさがみに求めちゃいけない。ああ。入ったか。入りましたね。それで、これで組み立てていくのか。あんよね。わー、すごいな。でもね、造形がすごいよね。これをまたくり抜いて自分ではめ込む人いるもんね。あ、言ってる意味はちょっとわかんないだろうけど。ね、この一つ一つをね、くり抜いて自分でね、パーツを押し込んでいく人いるんだよ。すごいよね。ガンプラ作ってる人。すんごい。うん。で、こうで、はい、暗夜2つできました。ありがとうございます。ちょっとね、10分以上かかっちゃいましたけどね。はい、こんな感じで、はい、今回ここまでできました。それでは皆さん、ごきげんよう。次はまた出会いましょう。